8番です。関数のグラフですがかなり複雑になってきます。カッコ1番は y イコールサイン2倍のカッコシータプラス6分の π カッコ閉じ。どうなんだろうね、なんだっけ、シータ方向に6分の π 平行移動して周期を2分の1にしてとかそんな感じで教わるのかな、うん、まあ難しいよね。いいです、我々は地道に行きましょう。シータから始めます。シータでこれちっちゃくならないとこっちが切れなくなっちゃうんだよな。ちょっとちっちゃくなっちゃうのを許してね。順番にまず横軸シータなんで最初はシータでちょっとずつ増やしていく。次シータプラス6分の π、 こういってこうなって次ここだね、2倍のカッコシータプラス6分の π で最後に今ここまでいったね、これ全体サイン2カッコシータプラス6分の π で、これが y のことです。大丈夫かな、こっちでグラフ書くスペースがあるね。うん、で、ここがポイントだよね。ここのさ、サインの中身が簡単になるようにすればいいんで、これ3段目から始めます。3段目で3つ目0にして、2分の π ずつ。こっちもちょっとちっちゃくすればよかったな。まあ、もう遅い。2分の 3π、2π、まあ、こんなもんでいいやじゃん。マイナス2分の π で、マイナス π。でここ先済ましようか。サインなんで、この中身が0の時に0。で、2分の π で1。0で、マイナス1で0。こういう形ですよね。マイナス1、0。いいかな。ここのところね、これ、一型の入れてて、マイナス2分の π、サイン2分の π は1だからって、そう入れてる。で、ここの、数は、シータプラス6分の π を2倍して、こうなったってわけだから、元の数は半分ずつね。2倍する前が2で割っていけばいい。2分の1をかけて4分の π。2分の π。4分の 3π。で、π か。で、マイナス4分の π。で、マイナス2分の π。こういう形になります。いい、2倍してこっちになったのが2で割っていったと。で、あとはこれ、θ に6分の π を足したらこれになったってことだから、あとみんな6分の π を引いていけばいいです。マイナス6分の π。あ、計算大変だね。計算大変だけど、計算大変だけど、どうしようかな。いいや、頑張ろう。頑張ろう。マイナス6分の π。まあ、あとで、規則性は見えてくるから。最初これやっちゃうか。後で消すけどね。シータプラス6分の π が4分の π。この値っていうのはシータプラス6分の π が4分の π になるときのシータの値ってことだから、これの式でいいよね。で、シータイコール、12で通分して12分の 3π マイナス12分の π だから、12分の 2π か。12分の 2π だから、ここは12分の π。12分の π。で、2分の π のところも、シータプラス2分の π が、違う、シータプラス6分の π が2分の π だから、シータイコール6分の 3π 引く6分の π で、6分の 2π、3分の π。すっきりするんだね、ここはね、3分の π。そうだな、考えるより計算しちゃった方が早いね。で次ここのところシータプラス6分の π が4分の 3π なのでシータイコールまあ通分移行する時に通分しちゃってこっちも12分の 9π 引く6分の 2π だから12分の 7π12 分の 7π こっからここまで明らかに12分の 6π だから2分の π 増えてるから、まあこういうので大丈夫だってのも分かります。まああとでグラフ書くときに確認できるようにね。で、シータプラス6分の π が、こうやってるよ。ここをまとめるよ。シータプラス6分の π が π だから、シータは6分の6引く6分の π が6分の 5π。6分の 5π。ここちょっと違和感あるな。違和感あるけどいいや。また後でおかしかったら直そう。
で、マイナスの方もいって、シータプラス6分の π がマイナス4分の π、シータイコールマイナス12分の 3π マイナス 3π マイナス12分の 2π だからマイナス12分の 5π、 まあ大丈夫だよね、マイナス12分の 5π、で最後ここで、シータプラス6分の π がマイナス2分の π、シータイコール、これついに次の字6分あだね、マイナス6分の π なのでマイナス6分の 4π、約分してるマイナス3分の 2π、 マイナス3分の 2π だからまあこれもおかしくないだろうね。でこれで θ と y の関係表ができました。でグラフにしていきます。でちょっと大変そうなね、12分の π だから12メモリずつ、まあ真ん中の2つはもう全くいらないんで消してしまいましょう。でマイナスの方にちょっと寄ってるかな、まあいいか。で y で θ で0でね、もうこれ12分の π ずつだからね、12メモリ取んなきゃダメ。12ね、12345678910111112、真ん中はちょっと強調しときな。でこれやっぱり12分の1ずつ取ってるよ、12分の123456で、まあ12分の 6π だから12分の π だね。もう一個ぐらいいっか、123456 2分の 3π、 この辺ぐらいでいいかな。で反対側も123456でマイナス6分の π で、違うマイナス2分の π で、この123456でマイナス π、まあ、プラスで2メモリぐらい、で入れやすいとこから、12分の π の時に1、ほんと1、1でいいんだね、1とマイナス1、これ12分、まずここからいくよ、12分の π の時1、12分の1ずつと言ってるからここでいいね、12分の1の時に1で3分の π、 通分して考えればいい、12分の4かけたら 4π だね。12分の1234、ここのとこで0で、12分の 7π でマイナス1、12分のここは4だったら4567、ここですね、ここでマイナス1、でこれも、通分して12分の 10π、 12分の 10π だから今7789010、ここでまた0になると。でこれ3つずつってことはでいいね、3つずつで123でこう点取ってるから、あとまあその流れ123、ここの時に12分の 13π なのかな、で123ここになるね、で123もう1個ぐらい取ろうか、こういう形になります。でマイナスの方、マイナス6分の π、 マイナス12分の 2π だからマイナス12、ここだね、この時になんだって0、ここだね、でマイナス12分の、マイナス12分の 5π の時にマイナス1、12345、ここでマイナス1、まあこれも3つずつってもう周期が分かってるからいいんだけどね。で次はここがマイナス12分の、3かけたんだね、違うね、4かけたから 8π かな、12分の 8π、 マイナス12分の678、ここで0だったら、まあ3つずつで動くって、点取っていけばいいってこと、123でここで1で、で、ここで0。こういう形ですね。で、あとはこれを引いておきましょう。で、引いて、まあ、書きやすいとこから。うん、です。で、あとね、必要なのはね、必要なのとかで、ね、ここさ、y 軸と交わってるじゃん。だからこの点もね、この点がいくつかは言っとくべきだね。この y 座標、y 切片がいくつに当たるかは、もちろん言っとくべきです。でね、言っとくべきだけどね、それはね、もう簡単でね、一応式で書くけど、この式で θ が0の時 y がいくつかってことじゃん。だから y イコール sin2 括弧 θ プラス6分の π に θ イコール0を代入。θ イコール0を代入。そうすると y イコール sin2
2×6 分の π、 これ0で消えるから、でイコールサイン3分の π だから、でサイン3分の π、60だから、2分のルート3、この座標は2分のルート3です。これは計算入れなくてもいいからね、計算でしなきゃ、書かなきゃ分かんないですね、もちろん書くべきだけど、まあこれももう頭の中で求められるようになるべきかな、こういうのはね。サイン3分の π、 60度でサインだから、一応いろんなところで振り返っておこう。サインだから2分の1対2対ルート3だから、サインは斜め分の縦2分のルート3で、ここ2分のルート3ね、ということです。で、あとは周期はどうなるか、サインシータ、基本的なサインの周期は 2π でした。それがどうなってるかっていうと、やっぱ山から山が見やすいかな、ここね。ここは12分の 7π だったね。で、12分の 7π。山から山、違うな。ここは12分の、ここは12分の12、13π か。12分の 13π。で、これ12分の 1π。12分の 1π から12分の 13π だから、12分の 12π って π でいいね。周期は π。まあ、このシータ2倍するからその半分になって2分、π になったっていうことです。まあ、こっちの、ここでもいいかな。このマイナス1からマイナス1、谷から谷で計算してもいいし、ここからここまでで数えてもいいし、まあ、図見て、答えられれば十分です。